皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。それでは本日ですね、はい、MCB の続報ということで、はい、こちら HA36S 用の MCB 完成いたしました。はい、早速ネットショップでも、はい、販売を開始いたしまして、はい、たくさんの問い合わせをいただいておるところではありますけども、はい、はい、まあ、今回ですね、ただですね、こちらリア用になります。リア用ですね。はい、はい、ですね。ひとまず先行してリア用、はい、リア用が販売となります。はい、はい、川野さん、本日取り付けされたと思うんですが、はい、そうですね、実店舗でも早速ご依頼をいただきまして、はい、ね、はい、もう早速ですね、私があのイベントに行く際にですね、あの告知をした際にもうすぐに LINE からご予約が入りまして対応させていただきました。イベントでもですね、たくさんのご予約が入りまして、ライズカートレースさんでもたくさん取り付けさせていただいて、こう乗ったお客様もですね、こう振動が減って乗りやすくなりましたと、この好評なお声をいただいております。久留米の方でも本日取り付けいたしました。はい、はい、そしてよろずさん、はい、はい、金額の方なんですけれども、はい、税込みで、税込みです、込みでいかがでしょうか。はい、取り付け工賃込みで税込みですね、62,700円となっております。はい、はい、ZC33S スイフトスポーツ用と比べますとですね、かなりリーズナブルな金額で、リア用でですね、あの取り付けが可能になっております。はい、やはり工賃がですね、かなりもうシートを跳ね上げてですね、そのまま取り付けができるといったところで工賃がお安くなりますので、体感いただけるリアだけでもですね、あの取り付けされたいなというお客様はいつでもご連絡をいただければと思います。ということで、よろずさん、はい、はい、今金額のお話をさせていただいたんですけれども、はい、ネットショップでも販売している鑑定書ですね、本体だけあのご購入いただく方もいらっしゃるかと思います。はい、あ、本体だけであればですね、金額税込みで 57,200円ですね、はい、の金額となりまして、取り付け工賃ですね、に関しては 5,500 円となります。税込みですね、はい、の金額となりますので、まあ、単品でご購入されたい、まあ、店頭で単品の購入も可能になりますので、ご自身で釣られたいというお客様はですね、それの部品だけでご購入したい旨を、ご連絡いただいて、店頭にご来店いただきましたらお渡しができますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、合わせてですね、在庫もまだございますので、ございます、はい、そうですね、ブラケットも昨日たくさん届いておりましたので、そうです、ね、はい、はい、もうあのガサッとですね、あの相当量が重なった状態で届きましたので、はい、ぜひですね、あのもう在庫は気にせずにたくさんご予約をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あとご予約の方なんですけれども、ピットがちょっと詰まっている可能性もございます。5月のですね、週末に関しましてはどうしてもですね、点々のご予約が埋まってしまっておりますので、6月で、ご予約をいただきますと幸いです。そしてヨルさん、はい、ちょっとこちらブラケット見てください。はい、ギンギラギンにさりげないですね。さりげないですか。はい、はい、そしてヨルさん、はい、こちら MCB のブラケット見てください。こう、はい、ギンギラギンにさりげない、さりげないですね。はい、さりげなくかっこいいですね、はい、かっこいいです、はい、まあ、見えないところなんですけど、そうですね、実際こう、はい、カバーをはめてしまいますと見えないところではあるんですけれども、やはりですね、こうステンレスから、レーザーカッターで切り出しておりますので、やはりこう見栄えもいいステーができております。で、なおかつですね、こちらの MCB 本体もかなりですね、素材としていいものになっておりますので、まあ、見えないおしゃれとして取り付けていただいてもよろしいかなと思います。実際 ZC33S の方はレビュー動画等を上げさせていただいてるんですけども、はい、今後そういった形でお客様のですね、レビューなんかも取れればなと思っておりますので、はい、そうですね、ご協力いただけるお客様がいらっしゃいましたら、はい、お気軽に川野かよろずまでお声掛けいただければと思っております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では以上でですね、はい、今回 MCB のご説明動画となりますので、ぜひあの金額とですね、あの性能といったところで気になる方はですね、まあ、アルトワークスのデモカーに取り付けをして乗れるようにちょっとご準備したいと思いますので、そういうところで体感をいただいて、その後ご納得いただいてですね、取り付けでも大丈夫ですので、ぜひともですね、ご来店の方お待ちしております。お待ちしております。それではこの辺りでお別れです。さよなら。さよなら。